ひな祭りに合わせて3日から桜井のギャラリーブロッサムでおひなさま展が開かれています。ギャラリーブロッサムは2005年1月の開館以来、毎月テーマを変えて様々な企画展を開いていて、今月は桃の節句、ひな祭りの3日から伝承のおひなさま展を開いています。このおひなさま展はギャラリーが開館した2005年から毎年開いていて、今回で17回目です。はじめはオーナーの石丸美穂子さんと石丸さんの娘のひな人形30点ほどでしたが、市民や来場者からの寄付で回を重ねることに数が増え、現在は明治から昭和までのひな人形およそ300点が並んでいます。ギャラリーの半分以上を埋め尽くすひな人形を一目見ようと、市内だけではなく県外から足を運ぶ人も多いそうです。大リビナは今年2月に大西在住の夫婦から譲り受けたものなど3点が並んでいます。現代ビナでは一般的に向かって左側に尾ビナ、右側に目ビナを並べますが、今回は大正以前の並べ方を参考に、尾ビナを向かって右側に、目ビナを左側に配置しました。明治時代から大正時代にかけての古いものですが、着物は当時のまま。紅花染めの色が濃く残っていて、職人の腕の高さがうかがえます。オーナーの石丸さんによると、近年は住宅の事情でひな人形を飾らない家庭が増えてきているそうで、古き良き伝統を忘れずおひな様を飾る家庭が増えれば嬉しいと話していました。ギャラリーブロッサム伝承のおひな様展は4月3日まで開かれています。